それかゲマネの術成功。行け、しかまる。楽しい散歩と行こうぜ。カグズと俺を引き離す気か？てめえ。逃がさねえってか？そりゃあこっちも好都合なんだよ、バカが！条件が整った。死ぬ！やみつきになる痛みだろう。くだらねえ。格図の方もさすがにもう終わってんだろ。俺はただふりをしていただけだ。俺のじゃない。相方の血だ。何を、まさかあの若造そこまで。お前らこそ鹿丸を見くびりすぎだ。バカな、いつそんな隙が。俺の雷霧で穴を開けた時、一緒にお前の血をいただいたのさ。そしてそれを受け取った俺があんたをはめる役。どういうことだ。チャンスがあれば格図ってやつの血を抜き取る。このカプセルの中にな。さほど利口でない俺にだってわかるぜ。一体何度目だって話だよ。何度も同じ術にかかってりゃバカでもその特徴がわかるぜ。5分もいらなかった。動けるぜ。術の強さと効果の持続時間がお粗末になってきてるぜ。使えば使うほどそれに比例して術全体の効力が低下する。お前そろそろチャクラも限界なんじゃないのか。おい。今から邪神様を信じるならその戒心に免じて許すわけねえだろ、バーカ。
そんなもんに許してもらわなくても結構だぜ、影寄せの術。やろう。ん。まだこれくらいのチャクラは残ってるぜ。やろう。何しやがる。何。前もってここに仕掛けを準備していただけのことだと。そりゃここまでがこいつの計算。人を呪わば穴二つ、わかるかこの意味。その報いでてめえも殺されるから。知るかよ。俺の死を呪い殺したそいつがてめえの墓穴だ。体をバラバラにされて首一つになろうが必ず這いずり出て。しか俺たち一族だけが立ち入ることを許されてる。ずっとお前を見張っておく。よくやったな、チカバル。はあ。俺の火の意志、お前に託したぞ。何つけてんだよ。俺たち里を守ろうという強い意志だ。さよなら、先生。なんて邪魔だこれ。てめえには必ず邪神様の罰が当たる。そんなもん怖かねえんだよ。信じてるもんが違う。俺が信じてるのは火の意志だ。そのくだらねえ邪神様でもなんでもねえ、この俺だ。俺が裁きを下す。てめえ。てめえなんて裸で十分だ。よく噛んでバラバラにしてやるぜ。見つけたぞ。な、何？造園か。けど一足遅かったな。あんた一人で暁やっちゃったの？この人案外すごいんですね。まあな。今回ばかりは何が何でもってやつだったんでな。向こうはどうなってる？私たちはすぐこっちへ向かったから。急いで合流しよう。問題ねえ。めんどくせえことはごめんだからな。みんな無事でいて。行け、ナルト。よし。またあのガキで来るか。
体型を変えただけじゃなく、チャクラもかなり練り込んでる。ナルトの術に対応するためだな。影分身の術。できた。来たな。後ろの陽動の影分身は無視だ。狙うはオリジナルただ一人。あの術さえ潰せば怖くない。やはり遠距離攻撃か。ダメだ、読まれてる。ナルト。よし。何？陽動の中にオリジナルが。爆風が来るぞ。回数が桁外れだ。シャリンマンでも見切れなかった。なんて術だ。すごい。ナルト、お前ついに。ちょっと、あいつ倒れたままじゃない。ナルト、大丈夫？しかまるほどじゃないけど、ナルトも頭いい方なんだね。あの陽動の中にオリジナルがいたとはね。しかまると比べんなってばよ。敗してから次を当てるまでの起点の速さ、強い自信、あの四代目でも成し得なかった術をここまでものにするとは。俺を超えやがったか。感じてるか、ナルトをどんどん強くしていってるんだよな、サスケ。そろそろ。ああ。動けそう？よし、みんな先に木の葉に帰るか。カカシ先生は？お前らのようなガキどもに俺が。よし、できた。サンキュー、さくらちゃん。ねえナルト、この真実はここぞって時だけにしなさい。さくらちゃんが直してくれれば。そういうこと言ってんじゃないの。医療忍術で何でもすぐに感知するわけじゃないんだから。なんか嬉しいんだ。え？助けに近づいてる気がすっから。